ここ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 の辺が全体的にガチガチになる。どんな感じかって言ったら、はい、冷凍庫の中のお肉みたいな感じでガチガチになられてるんですね、はい、でそれを、ね、今から生肉に戻していくんですけども、はい、その過程がとても痛いです。あ、はい、特に、ね、この辺ガチガチ あこの背中の疲れって、はい、ね、実は足の疲れから上がってくることが多いので、はい、足からしっかり出てきますね、はい、今から本番、はい、頑張ってくださいね、はい、痛いですね痛いですねここの疲れがね、こう上がってきてね、はい、腰痛とか背中の疲れとして上がっていくんですね、はい、で肩こりとかにもよく効いたりするでしょうね。なのでね、しっかりちょっと緩めていきますよ。ここだここだ痛いもんねはでも面白半分で紹介してくれない痛いマッサージかれても硬いですねってめっちゃ言われるでしょ。めっちゃ言われますよ。足とかパンパンやでって。ですよね。ちょっとこう外側に押さえていきますよ。ここだ。思ったより叫ばずに。はい、そうですね。そこはなんか気持ちいいですけど。ここは気持ちいいですね。歩いたりとかね、運転したりとかするとね、結構疲れが溜まりやすい場所だったりします。よく歩くようにはしてるんですけど。あ、素晴らしい。いいことです。目の膝裏ちょっと押さえていきますよ。もう大丈夫そうですね。反対側に下がっていきますけど、左の方が痛いね。え？左側の方が痛いね。そうですね。左の方が痛いですね。
通のマッサージ行かれても、なかなか効かないと思いますね。なんかいい日だから、ですよね。じゃないと悶絶整体に来ようと思わないですもんね。いや、仲介してくれた人もマッサージする人なんですよ。あ、紹介してくれた方もマッサージする人なんですか。で、一点受けてきたらって言われて、あ、マッサージする人が紹介してくれたってことね。関係者もなんか期待けど怖いとかいう人も結構いますからね。で、今からね、太もも触ってきます、椅子にね、こうやって、ね、座ってたりとかするとここが圧迫されてしまって、どうしても硬くなることが多いんですね、なのでね、しっかり触れてきます。私がわざわざ説明するってことは結構痛いと思います。頑張ってね。ちょっと指でね、ここだ。そう、紹介してくれた人も押さえるとめちゃくちゃスラヒーハー言って押さえてるはずですよ。ガチガチですね。特にここね。できましたね。そんなとこ痛いと思いませんでした。ですよね。そのところがね、原因で上がってきて背中の疲れとか、で肩の疲れとかに上がっていきますからね。では反対側触っていきますよ。
でもね、右の方が硬かったですわ。ああ、なんか、そう、今回も左の方がまだ楽かなって感じですね。うん、ですね。ふくらはぎは左の方が硬かったんですけど。ふくらはぎは左でしたもんね。右のところにここにぐっと体重をかけて座ってるのかな。ああ、なんか、まずないんですかね。左右差がありますね。こちらのほら、この内側も全然柔らかい。痛いですか、ね、痛いですね。では、はい、足をね、曲げますね。開けます。足のこの外側もしっかり緩めてあげるとね、効果的なんですね。で、痛いです。痛いね、ここ。痛かったね。痛かったね。